マーティン・ジョン・ブランドルは、イギリス生まれのレーサーであり、1990年ルマン24時間レース覇者。元会1ドライバー。現在は、テレビ解説を、主とする。息子は、アレックス・ブランドルである。1977年にフォーミュラカーに、転校。1981年からイギリス海産に参戦。1983年には、アイルトン・セナと、 チャンピオン争いを展開、開幕9連勝など、シーズン前半は圧倒的なリードを築いていたセナに対し、ブランドルは後半に猛追、計6勝を挙げ一時は逆転したが、最終戦までも連れ込んだ末再逆転を許しシーズン2位となった。また同年は、セナ、ステファンベロフと共に、回一テストに呼ばれ、初めて回一マシンをドライブしている。1984年に、 ティレルから、開一デビュー、開幕戦ブラジル GP で5位に入り、開一初戦で入賞を果たす。第8戦アメリカ東 GP では、予選11位から追い上げ、トップのネルソン・ピケから0.8秒差の2位でフィニッシュ、初表彰台を記録。この年唯一のないエンジン搭載チームながら、チームメイトのベロフと共に速さを見せ、新人離れした走りで注目を浴びていた。 しかしこの GP でチームのシーズンを通した悪質な車両違反が発覚、最終的な最低が下るまで参戦は許されたものの、続く第9戦アメリカ GP で負傷し離脱。また、上記の車両違反を受け、ベロフともどもシーズンの全成績を抹消されることとなった。ベロフと共にティレルに残留するも前年の負傷時からチームスポンサーのほとんどは撤退しており、 苦しいシーズンを送る。秋にはベロフが回チと並行し参戦していた WSPC で自己死してしまった。チームメイトとの成績でもベロフが4位1回6位1回、ベロフの公認を務めたうちの一人、イワン・カペリが5位1回の入賞を記録したのに対し、ブランドルの最高位は3度の7位に止まり、ポイントを獲得できなかった。ティレルから参戦し、 開幕戦ブラジル GP で5位入賞。初年度となる1984人の成績を抹消されているため、公式記録ではこれが F1 初入賞となる。その後第9戦イギリス GP でも5位、第11戦ハンガリー GP では6位、最終戦オーストラリア GP では4位に入り、計4度の入賞となった。ティレルを離れ、ドイツのダックスピードに移籍するも戦闘力は低く、 ターボエンジンの信頼性もなく重度のリタイア2度の周回不足1度の失格処分を喫した。しかし乾燥した参戦のうち第2 0 0 3割の GP では5位に入賞。結果的にはザクスピードの F1 参戦成績における唯一の入賞をチームにもたらした。また WSPC にもサンドスポット参戦1勝をマークしている。またこの年より ルマン24時間レースに参戦するようになる。同年のザクスピードでの1年が全く不本意だったと感じたことから、ブランドルは一度か一を離れる決断をする。後年のインタビューにて、1987年の終わりに一度か一を離れて、自分のキャリアをコントロールすべきだと思った。これ以上か一の回に居続けても未来が明けないし、別カテゴリーで成功を収めた方が、 キャリアのためだと思いジャガーに行って、ただ早いだけのドライバーじゃなくて成熟できたし、才能が完成されていったと思う。自信を持って、海一に戻っていけたと語っている。WSPC を主として参戦、ジャガー XJR-9 を借り、計5勝を上げ、年間王者に輝いた。イムスサにも参戦しており、デートな24時間レースで優勝するなど、年間5位の成績を収めた。 この年の F1 にはレギュラー参戦していなかったが、水放送に感染したナイジェルマンセルの代役として、第11戦ベルギー GP のみウィリアムズから出走している。ブラバムから回1に出走、2年ぶりのレギュラー参戦となった。しかしこの年のマシンも戦闘力は低く、5位1回6位2回の入賞に止まる。またチームからの給与が未払いとなり、 裁判にも発展することとなる。当初はブラバムから、会一に参戦予定だったが、上記の給読み払いの問題から離脱。この年は一度も会一を走ることはなかった。WSPC では一勝を記録し、シーズン8位となる。また、ルマン24時間レースでは、ジョンニー・イールセン、プライス・コブと共に、ジャガーから参戦し、優勝を果たしている。ブラバムで、会一に、 本格復帰。チームメイトは後にブランドルとのコンビで、メガバイトコンビと呼ばれる新人マークブランデル。ヤマハ V12 エンジンを搭載したマシンで、第15戦日本 GP では5位入賞。また、WSPC から、規格変更を、解消されたスウィックにも参戦し一勝をマークした。ベネトンのシートを獲得し、初めて競争力のあるマシンで参戦する機会を得た。 この年以降、下位一キャリアにおける総ポイントの多くを獲得することになる。序盤こそトラブルが続き、開幕から4戦連続でリタイアを起死したが、第5戦3割の GP では4位で入賞を果たした。第9戦イギリス GP では F3 時代のライバルだったセナをスタートで抜き3位をダッシュ、セナに仕掛けられた場面では抑え切るなど順位をキープした、ママゴール、母国で、 表彰台に上がった。その後も、第12戦イタリア GP で自身最高位となる2位を記録するなど、全16戦中完走した11回のレースでは、すべて入賞し、うち表彰台5回の最終成績を収め、ランキング6位を獲得。特に、フランス GP 以降は、最終戦オーストラリア GP まで9戦連続、入賞を記録した。しかし、 シーズン終盤になる頃には荒削りながら若手として速さを見せていた同僚、ミハエル・シューマッハが格好たる地位をチーム内で確立していて、速さで後陣を排したブランドルは地味とされることが多かった。結局翌1993年にリカルド・パトレーゼがチームに移籍してくることが決定するとチームを離れることとなった。リジェニー移籍。 第3戦3割の GP での3位表彰台、第8戦フランス GP での予選3位など速さを見せ、7度の入賞でランキング7位を獲得。1991年にもブラバムでチームメイトだったメガバイトコンビであるブランデルと共に活躍し、チームをランキング5位に導いた。しかし、それでも翌年のシートはなかなか決まらず、1年でチームから離脱した。 プジョーがオスフィリップ・アリオーとのシート争いを制し、マクラーレンから参戦。この際は、ギリギリまでシートが決まらず、開幕直前の2月末で決定したものであった。マシンの信頼性が低く、リタイアが多かったが、ドライバーの腕が反映されると言われる第4戦モナコ、GP で2位に入ると、2度の表彰台を含め5度の入賞を記録し、ランキング7位となった。しかし、 1992年時のシューマッハ同様、若手の有力候補だったミカハッキ記念に早さで、後陣を廃止、予選では全敗、決勝でも入賞すれば全て表彰台だったハッキ記念に対し、ポイント獲得数で差をつけられる形となった。ナイジェル・マンセルの F1 復帰もあり、再び1年でチームを離脱した。1995年イギリスグランプリでの、 ブランドル・オリビエ・パニスのチームメイトとして2年ぶりにリジェに復帰した。しかしこれはすでにエンジン供給先の無限との関係で日本人の鈴木アグリが先にシートを得ていたものをジャガーのスポーツカーレース時代から縁のあるトム・ウォーキンショーが強引にねじ込むという曰くつきなものだった。形式上はアグリとシェアとなっていたが結局大半の GP でマシンをドライブ、 第7戦フランス GP で4位、第11戦ベルギー GP では3位表彰台を記録している。この年も1年でのチーム離脱となった。イギリス海三当時に所属したことのあるジョーダに移籍。開幕戦オーストラリア GP では、スタート直後に宙を舞い、裏返しのままタイヤバリアに激突するという激しいクラッシュを起こす。しかしすぐにマシンから這い出し、 直後の再スタートに参加するというタフな面を見せた。この年は表彰台に立つことはなかったものの、4位1回5位1回6位3回と、計語度入賞、ランキングは11位だった。翌年もチーム残留を希望したものの、チームはジャンカルロフィジケラとラルフ・シューマッハの若手コンビを選んだため、この年を最後に長きにわたった、会一でのキャリアに終止符を打った。この年は、 プライベーターとして、WRC ラックラリーにも出場したが、リタイアに終わった。ベントレースピード8をドライブするブランドルカイ1、引退以降もルマン24時間レースには参戦、特に1998年1999年は、トヨタからの参戦であり、TS020 を買った。1999年には、WRC ラックラリーに2度目の参戦、TTE から、 スポットドライバーとして出場するもリタイアしている。ドライバー業員以外では、1997年により、イギリス ITV における、会一中継で解説を、長年担当。しかし2009年、BBC での解説者へと移籍している。2019年には解説者としての功績を称えられ、会一パドック連動入りした。またかつての同僚である、マーク・ブランデルと共に、 2004年にドライバーマネージメント会社2メガバイトを共同設立ドライバー育成プログラムも運営していた。特にデビット・クルサードのドライビング契約は11シーズンにわたってブランドルが交渉していたという。しかし2009年、クルサードの引退同年より会議に参戦する息子アレックスへの支援に専念すること等を理由にブランドルはドライバーの 全マネージメントから手を引いた。その後、2011年シーズンに、アメリカのグランダム選手権で、カイ・チリジェ時代以来18年ぶりのマーク・ブランデルと、ブラブラコンビを組み、2メガバイトの、若手ドライバー育成プログラム生であるザック・ブラウン、マーク・パターソンと共にユナイテッド、オートスポーツ・ウィズ・マイケル・シャークレージングから、ライリー・フォードを仮開幕戦のデートな24時間耐久レースに、 出場した。1991年にマーク・ブランデルとコンビを組んだ際、二人の名前が非常に似ていたことが、ブラバムのブラブラコンビとして、日本で話題となった。2年後の1993年には再び、チームメイトとなり、一度ならず二度コンビを組んだことで、さらに注目されることとなる。当時実況を担当していた、古立一郎から、メガバイトコンビ、アナウンサーがかせ、 会一会のミネリュータとリューライタと言われていたほか、1993年の開幕前の F1 ポールポジションでは、ドライバー紹介の前に漫才舞台の横にブランドレブランデルとお笑いコンビのように表記された絵を登場させるネタも見られた。これらはあくまで日本でのことだったが、互いの間でもネタにしていたのか、2004年に二人で共同設立した。 ドライバーマネージメント会社は共にイニシャルが同じことから2メガバイトだった。その後ブランドルはテレビでの解説や他のことに集中するために会社から離れることとなり、2009年1月以降はブランデルが単独でオーナーを務めているが、その後も社名は2メガバイトのままである。異なるクラスのために増設された2つのレースイベント。世界耐久選手権。 世界スポーツプロトタイプカー選手権、スポーツカー世界選手権、イムッサ GT 選手権、ルマン24時間レースデートな24時間レース、セブリング12時間レース会一通信91注目ドライバーインタビュー M ブランドル、会一復帰できて幸運だけど、それを当然なものにする自信はある。グランプリオフ、シーズンスペシャル3回同選1991年2月8日。 発行14ページクルサード、フルタイム解説者に転身。ESPNF12010 年12月24日、2018年8月15日、閲覧。マーク・ブランドル、2エクスパンドドライバーマネージメントビジネス2メガバイト。モータースポーツ .com2009 年1月20日、2021年1月15日、閲覧。ありがとうございます。